というわけで、モニカのデータをちょっと復活させてニューゲームを始めるとなんかあるみたいです。私の心を持って遊ぶのをやめて戻りたくない。あ、消えてる。マジか。というわけで、やっていきたいと思います。久しぶりだな、さより。悲惨だったからな。ま、モニカのツイッターフォローしときました。ツイッター関連の、なんだろう、なんか、あれ、もう一個あったらしいですけど、まあ、それは、別の人が見てるみたいな。おう、あ、なんか話が全然鬱じゃなくなってるのかな。ちゃんと大事にしてあげないとな、今度は。もう一番、もうあれ、そうだよ、よく考えてもあっこから狂い始めたからな。何部ですか。文芸部。この顔とかなんかすごい懐かしく感じる。数時間前なのに。のデータはあれでしたね。ゴミ箱漁ってたら出てきます。びっくりした。あ、もうこれで消えちゃったのかな。あ、女子 B、女子 A。ユリ好きだな。でもいい女だったなぁ、考えると。どういう存在になっちゃったんだろうな。もっと遊ばないでくれっつって、戻りたくないって。どっかにはいるけど、ゲロ吐いてフェードアウトしたから。一番、まあ、ねえ、夏希はじゃああれか、なんかないのかな、そういう。俺がでもあれか、サヨリオッケーしてればまた違ったあれが見れたのかな。4人。あ、これで終わるのか。カップケーキ。
この世界だとユリもまともなのかな。普通の恋愛ゲームになるのか。これ好きなんだよな。これ可愛いよな。あ、スキップもできないのか。同じだな。すまねえな。ホラー系もたしなんでいるんだろう。まあね。なるほど。まあまあまあ、たまにはいいぞ漫画も。なあ、うまくいってるなあ。いいじゃねえかよ。よかった。みんなね。生きててくれてありがとうだわ、マジで。そこ言うのか。ちょっと待って、鳥肌立った。やべえ、また毛穴が。モニカ、
ちょっと待って、ちょっと。消えてない。あ、can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, cause I worked really, really hard on it. So yeah.Special day. Have I found everybody a fun assignment to do today? Oh. When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can.これ俺見てねえやつか、ハイドのやつあったんだ、サヨリのも。いずれ保管したいけど、え、このゲームできんのかな。もう永久にできねえんじゃねえのか、このゲーム。こんな、あ、告白した時のやつかな。お、なんかすごいな。キヨではなかったの。キヨでもよくってよ。いろんな、繰り返すわけにはいかない。やばい、ちょっと感動したわ。普通に涙出てきた。やーべー。サインインストール。というわけで、どうしようか。じゃあこれを、出すか。DDLC。
ドキドキ文芸部これにて幕とさせていただきます。すごかったっすね。これなんかもうさよりがなっても、うん、同じような感じになって無限ループになるのかなと思って、愛だね。まあなんだろうな、以前自分があの、まあ、動画も撮らせてもらったあのニトロプラスさんの君と彼女と彼女の恋というゲームがあるんですけれども、オマージュなのかなマジで、うん、すげえかん、なんだろう、まあマジで似てんすよね。うん、ただあっちはなんか商業で出すやつなんで、うん、このゲームってなんかあのあれみたいなんですよ、あの本当に消してるみたいで、キャラクターのデータとかそういうやつを。そんでなんかだからなんかウイルスチェックとか走らせてなんか引っかかっちゃうっていうのをちょっと聞いて、うん、だからニトロプラスさんが多分なんだろう、そのそういうなんかブランドのメーカーとかじゃなかったらなんかああいうこういう形であのゲームもっていうことをちょっと考えたりもしてましたけれど、マジででもなんだろう、このゲームちょっと気に入ってくださった方は、君と彼女と彼女の恋絶対気に入ると思いますので、うん、あれはまあそうですね、一回トゥルーを見るとまあデータを消さない限り2周目ができなくなるっていうゲームなんですけれども、で、まあ、攻略ヒロインは2人いるんですよ。うん。で、どっちかしか選べないっていう感じなんですよね、基本的には。うん。1回で、再インストールしてやるとかをやらない限りは、うん、そういうとこもなんか似てて、ちょっと懐かしい気分になったっすね。まあ、俺は再インストールしなかったっす。結局、できなかった、あのゲームは、1回しか。まあ、いいや。いろいろ言おうと思ったんですけれども、まあ、モニカラブでしたね、最後。すごかったですね。こんなゲームがあるんだなって。まあ、多分ダメな人はダメなんだろうなと思いましたけれどもね。俺はかなり、過去にレインというゲームをやったんですけれども、ちょっと、なんかクリアした時、似たようなものをちょっと感じましたね。なんか喪失感と何とも言えない感覚が残る感じが、ぐだぐだ喋っててもあれなんで終わりたいと思います。なんかいろんな意味ですごいゲームでした、いいゲームでした。ではまた次の動画で、こんなゲームはもう多分二度と出ないだろうね。お疲れ様でした。